はい、酒好きな新潟人の飲酒動画。今回は、とうとう買ってきました。魔王です。こちらはですね、芋焼酎の、まあ、プレミアついている、芋焼酎。ですが、最近はですね、まあ、安くなった。こちら、720ml のものなんですが、値段が3000円で、ヤフオクで買いました。送料が、確か送料無料だったな。まあ3000円で買えるだったらまあ安いなと思って。まあ今ぐらいの時期に買っとくのが正解かなと思って、買ってまいりました。はい。でですね、こちら詰め口年月日が、2009年の6月の2日となってまして、6年半、ね、経ってます。まあ、個人的に、もうちょっと新しいやつが欲しかったんですが、まあ、しょうがないですね。だからすげえね、ちょっとね、色がね、このラベルの色が結構、黒っぽくなってる。白玉醸造株式会社です。鹿児島県の会社。アルコール度数25度。原材料がサツマイモと芋麹。こちら、後ろにいろいろ書いてあります。ウイスキー、ブランデーなどの長期間、樽に貯蔵する洋酒は、呼吸作用などの熟成のため、少しずつ原酒の量が減少していき、そのお酒を昔より天使の分け前と呼び、貴重で縁起のいい酒とされていました。本格焼酎、魔王は、天使を誘惑し、魔界へ最高の酒を調達する悪魔たちによってもたらされた特別のお酒という意味で命名いたしました。熟成酒ならではの飲み飽きのしない穏やかな風味がグラス越しに、時の雄大さを知る。華やかに香り立ち、豊かな余韻を残す酒。まさに名門の息。今宵も受け継がれるロマンの一滴。これって、熟成酒なの？芋焼酎って熟成酒じゃないでしょ。これ熟成酒なんですか？でも熟成酒ならではの飲み飽きのしない穏やかな風味がとかって書いてあるけど。芋焼酎って本来熟成させるもんじゃないでしょ。わかんない。あれ？そうだ。おすすめの飲み方が室温と、0度から5度と書いてあります。熟成酒なのか、これって。わかんない。でですね、こちら。はい。じゃーん。これ何かというと、これ馬刺しです。馬刺しをですね、魚に、ヤフオクじゃねえや。楽天で買いました馬刺しです。馬刺し一回食ってみたかったんですよ。未だに食ったことなかった。それでは、開けていきましょう。どれどれ？魔王はどんな味がするのかな？でも熟成酒って書いてあるから、芋焼酎って熟成させるんだっけな。乾杯。これは、飲みやすい。甘い。甘い。見たけ以上に甘いね。今のところ飲んだ中で多分、一番甘い芋焼酎ですわ。甘いっていうか、すっげえフルーティー。近いのが見たけ。見たけをさらに、飲みやすくして女性向けみたいな感じにしたような
味です。うまいな。これはうまい。あとですね、プレミア焼酎もう一つあって、まあ、芋焼酎なんですけど、なんだっけ、芋焼酎の、一番、プレミアの、芋焼酎、魔王以上のやつ、あれなんだっけ、あれなんつったっけ、モリーゾーね。モリーゾーはですね、現在もめちゃくちゃ高騰してまして、ヤフオクでググったら確か 720ml が1万円ぐらいだったかな。うん。まあ、ちょっとあれは未だにちょっと下がりそうにないですね。でも魔王は昔、一昔前、6000円ぐらいだったんで、だいぶ今は値が落ち着きましたよ。うん。まあ言うてこれ6000円で買う価値はないと思うね。うん。俺の予想だと多分モリーゾーなんて1万円で、ね、売られてるけど、あんなの買う価値はないと思ってますけどね。まあでも魔王は魔王で、うまいけど、まあこれでこの、まあ3000円、まあ、3000円ぐらいだったら買う価値あるかもしれないですね。御嶽が、普通に今、2000円以下、1500円ぐらいで、ね、売ってますからね。900ml で、1500円ぐらいで売ってますから。うん。まあ、御嶽の倍ぐらいするっていうことを考えると。まあまあまあ、うん。まあ、でも、御嶽よりか断然甘いもんね。御嶽ちゃんもありますけども、俺未だに今のところこれが一番甘かったもんね。今まで飲んだやつで御嶽が一番甘くてフルーティーだったんですけど、もう魔王飲んだらうおーって。まあ御嶽ちょっとここの飲んでから結構開けてしばらく経ってますからね。結構香りが飛んでるんで、これ今飲み比べても多分御嶽、これね、やっぱね、香りが飛んじゃうんで、焼酎もね、芋焼酎特に。うん。香りが飛んじゃうんで、やっぱり一番うまいのは、開けて、封を開けて吸うの時に、が一番その、風味が強い。ですよ。この部分が、この空いてる部分に香りが飛んじゃって、ダメなんですよ。ウイスキーとかでもそうなんですけど。ウイスキーとかそう、でも、もう風味が飛んじゃうんですよ。やっぱり。だからウイスキーとかでも、苦手なやつを置いたりしたらうまくなったりとかってするとき結構ある。開けて、ちょっと飲んでみたいな。ちょっと飲んで、で、ほっとくと、ちょっと味が変化したりするんです。だから、この魔王も、これ今うまいけど、多分、半分ぐらいまで飲んでから、しばらくしとくと、香りが飛んじゃって、多分ダメになる。御嶽レベルの味になると思う。多分今が一番香りが強くて、うまい。うん。うん、うまいですね。さすがにうまい。それじゃあ、馬刺し、いただきたいと思います。うん。この馬刺し、ちなみに、300g で、100g ごとに包装されてて、新福パック。楽天のね。楽天市場で買ったんですけど。それで3パック、100g ずつのやつ3パック入ってて、値段が送料込みで2300円。
でした。うん。うまいっていうか、なんか、これ、あれっぽいな。マグロっぽい。うん、なんかマグロ。これ赤身だからね。マグロっぽい。味が。この馬刺し。馬刺し初めて食ったわ。なんかほら。馬刺しって結局ほら。なんか、うん。生じゃないですか、結局。だから、いつか食えなくなるんじゃないかなと思って。なんかほら、不祥事とか起きたじゃないですか。ちょっと前ね。一昔数年前。なんかね、なんかほら、豚だとかの、あれ、肉とかのさ、起きたでしょ。だから、下手したら食えなくなる可能性があったんで、当然火通せば食えるんですけど、なんだっけ、なんかあったよね。これ、馬刺し、なんだっけな、忘れたけど、豚のレバ刺しとかじゃなかったか、わかんねえ。それでなんか食中毒とかあったからさ。だから、もう食えなくなる可能性があるんで、ちょっと早めに食っとかねえとと思って。で、魔王を頼んだから、魔王買ったから、ちょっと、それつまみにさ、いいかなと思って、買ったんです。うん、うまい。うん。うまい。魔王もうまい。まあ多分森伊蔵は買うことねえな。1万円だもんだって。手届かねえよ。そんな1万円も出して買うさ、焼酎なんて。焼酎ってそもそも庶民のお酒なのに。ねえ。今や。もう多分、味もロクスポわかんねえようなやつが。ねえ、とりあえずプレミアだからつって金のある、やからが。金を釣り上げてるんでしょうけど。転売中の。目論み通り。うん。でも、まあ、魔王も、うまいはうまいですよ。まあ、3000円ぐらいで、まあ、ヤフオクで3000円ぐらいで買えるんだから。今が買いじゃないかなと俺思ってます。またいつか、値がすね、高くなる可能性もあるし。しかもこれ、6年半前ですよ。これ本来だったらこれ、2009年詰めのやつって結構あれなんですよ。ヤフオクとかであるんだけど。古酒とかって感じで、むしろ高くなる。傾向がある。これヤフオクでは、俺が入札したとき、詰め口年月日とか載ってなくて、もう、古酒とかも書いてなかったんですね。だから、普通に手に入ったけど、これ2009年多分出品者があんまりよく分かってなかったんでしょうね。まあ、いわゆる古酒の方が値段が高い、多分この人はおそらく古酒っていうのが古いから値段が安くなるんではないかなと思って多分値段表記しなかったんでしょうけども、詰め口年月日ね。これ本来ならば酒、まあ芋焼酎の場合でもウイスキーの場合でもそうなんですけど、古酒の方が古いやつの方が当然高いです。まあ、なぜならば、にわかが、古酒の方がうまいって言って、持ち上げちゃったから、ですよね。まあ、個人的には俺は、
昨日作った、昨日醸造したやつの方が絶対うまいと思ってますけど。まあ、ただ、それもまあ、人それぞれだと思います。確かに俺も、日本酒、俺、八海山、放置して、未開栓の状態で、1年だか2年ぐらい放置したやつ、飲んだけど、うまかったからね。あながち間違いではないかもしれない。ただし、それはあくまでも日本酒だからの話。うん。日本酒ってのはアルコール度数低いんで、それなりになんていうかな。まあ、若干劣化するっていう。劣化っていうか劣化ではないんだけど、風味が変わっていくのが当然早い。でもこれ魔王芋焼酎ですから、アルコール度数25度ある。そんな変わらんて。うん。アルコール度数高ければ当然変化は弱いです。うん。ウイスキーなんて、もう特に、そんな変化しないです。未開栓の状態ならね。開栓したら全然違いますよ。先ほども言いましたけど。日本酒なんてのはもう開栓したらもう、1ヶ月ぐらいで飲まないと、もうアウトになるぐらい、やばいですか。あくまでも未開栓の状態での話。日本酒でもまあ未開栓だったら全然保存はできるんですけども、開栓しちゃったらダメですね。だから、芋焼酎なんてのはそんな変わらんて。うん。アルコール度数25度もあるんだから、基本変わんないですよ。6年とか置いても、そりゃ変わらんて。だけど、ほら、ウイスキーとかになるとさ、間違った知識が横行しちゃって、瓶の中でも、熟成するだとか、わけわからんことを抜かすにわかがおるんですよね。ワインとかでもそうですけど。ワインとかなんて、瓶の中で、熟成するとか、ワインは確か熟成するんだったかな。だとかどうだか忘れても、確かワインはね、まだ、熟成するんですよ。瓶の中で。ちゃんと、保管してればね、温度変化の少ない、冷暗所で保管すれば、熟成はするんです。ただ、ウイスキーに関しては、熟成するとかわけわからんこと言ってるやついるけど、あれ絶対熟成はせんからね。ウイスキーに関しては、絶対熟成はしません。なぜならば、ウイスキーっていうのはそもそも、樽の中でしか、熟成しませんから、樽の中に入れれば熟成するけど、瓶の中は樽ではないので、熟成はしません。ですが、そのワインの知識が、ウイスキーに移って、勝手に熟成するみたいなことになってますけども、あれは熟成はしません。だけど、一般人はそんなこと知らないので、熟成すると思って、値段が高くなっちゃうんですよね。古酒っていうのは。何でもそうだけど。うん。ただ俺この魔王は、個人的に2015年ぐらいの爪のやつが欲しかった。うん。2009年、うん、って感じだね。まあ個人的に、まあ多分劣化はしないと思うけども、まあ、それだったら劣化しないんだったら、その、詰めた、新鮮なうちのやつ飲みたいんでね。芋焼酎とかもやっぱりほら、当然、芋焼酎も、まあ、ウイスキーも、酒って結局、まあ、野菜みたいなもんで、結局ほら、ね、時間が経っちゃうと新鮮さが失われるような気がするんですよ。あくまでも俺の、精神的な、精神衛生上、よろしくないというだけなんですけど、多分そんなに劣化はしないと思います。ただ、まあ、少なくとも劣化しないんだったら、安いし、
古酒じゃないんだから。当然安い。新しいやつの方が、酒においては安いんで、当然ヴィンテージとかつけばね、当然高くなるんですけど。まあそれと同じでね。だから安いし多分美味しいと思いますよ。だから、この動画見てくださった人は、そういうよくわからん知識に、惑わされない方が、でほしいですね。うん。少なくともお酒っていうのは、未開成の状態だったらそんなに変わんない。多分日本酒だったらそれなりに変わると思うけど、焼酎とかに度数高いやつだと、変わんないです。ああ。でもこの魔王も、美味しい。確かにフルーティーなんだけど、それなりにやっぱり芋焼酎だなーって。当然、まあ芋焼酎ですから。芋の香りもしっかりするし。うん、ただ、なんでこれが、プレミアついてんのかなーっていう感じもしなくもないですね。まあ、見た目もそうですけども。うん。まあだから、フルーティーなのがあれなのかなって。ということは、モリーゾっていうのはフルーティーなんでしょうか。まあ俺も飲んだことないかわかんないけど。結局その芋焼酎って、やっぱり初心者には厳しいのかもね。普通の、ガチ芋焼酎みたいな。俺が大好きな伊佐大仙とかね。超芋っぽいやつ。やっぱり女性とかには向かないし、初心者にもあんまり向かない酒なんでしょうけど。うん。だからこそこの魔王とかフルーティーなやつが、御嶽とか、そこら辺がやっぱり、需要が高まって、結果、プレミアついちゃったっていうことなのかもしれない。まあでもそれでもやっぱり、芋焼酎で、これだけフルーティーなのっていうのはやっぱ珍しいですよね。魔王とか御嶽、で、やっぱプレミアつくだけのそのフルーティーさがあるんだよね。俺も芋焼酎いろいろ飲んできたけども、ここまでフルーティーなのっていうのはないです。御嶽ぐらいなのもないです。で、まあ、あとプレミアついてるのは赤霧島。赤霧島はもう、フルーティーな部類なんですよ。だから、赤霧島も一応プレミアついてますけど、一番多分プレミア付きだとしても一番安いやつですね。もう10年前じゃねえな。5年前ぐらいか。俺大阪にいた時コンビニで普通に赤霧島売ってましたから、しかも定価で。もうその時点でも定価で売ってましたんで、今現在赤霧島は、定価、で、普通に売ってますね。新潟でも定価で売ってるんで、新潟でも普通に定価で売ってます。今は。うん。まあ、あまりよろしくない酒屋だと、まあね、プレミアつけて売ってるとこはありますけど、多々ありますけど。普通にコンビニで定価で売ってますね。今だと。新潟でも定価で売られてるから。見たけレベルになると定価で売られてないけど。だから度合い的に赤霧島が一番フルーティーではない部類なんですよ。赤霧島と見たけと魔王があって、フルーティー三姉妹みたいな感じです。俺の中で。だからそのフルーティー三姉妹の中で多分一番赤霧島がフルーティーではない部類なんです。ただフルーティー、普通に普通の芋焼酎と違ってやっぱフルーティーなんです。全然。なんですけど。確かに。で、次にフルーティーなのがやっぱ御嶽。
で、それよりフルーティーなのが魔王みたいな感じです。俺、まあ、簡単に、この魔王のね、あの、味をね、味っていうかもう、ただ単にもうフルーティーと言わせてもらえます、本当に。これほどフルーティーな芋焼酎はないでしょ。これほどフルーティーな芋焼酎を初めて飲みました、僕は。まあ、それだけでも、あの、買う価値は3000円であったと思ってます。ただ3000円の時は今ですから。うん。昔6000円とかしたんで、6000円じゃ買う価値はない。と思います、僕はね。なんで、まあ、まあ、それはまあ、今買った方がいい。まあ、ヤフオクでね、3000円で送料無料で売ってますから。まあ、うん。買ってみてもいいんじゃないでしょうかね。うん。と思います。芋焼酎でフルーティーなのが好きなの。プラス、まあ女性だったりとか、芋焼酎はあんまり嫌いだなっていう人は、これを飲んでみるとちょっと世界が変わるかもしれないですね。まあ甘みとしてはやっぱり最上級。うん。まあ、うん。まあ街道、まあこれもいいか。まあでも3000円ですからね。結構高いですか。普通の芋焼酎なんて1000円で買えますからね。まあでもやっぱり3000円だし買う価値はあると俺は思います。これだけフルーティーな芋焼酎っていうのは今んところ飲んだことありませんでしたからね。2544です。ご視聴ありがとうございました。